はい、皆さんこんにちは、ジェでございます。スカイリムですね、やっていきましょう。これはガルスだったよね。で、ちょっと行っちゃいっていうことなんだよね。前回よりも少し時間経っちゃってますんでね。わった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 ちょっとラグあるんでね、ごめんなさい。ダークネスリターンズ、ニストロムの日記を回収する。これはどうなってんだい。え、あ、ここだね。わあ、ニストロムのど左、まさかこんな近くにあんの。あ、あるわこんな真横にあるのかい。お、これニストロムさん。ニストロムの日記、ゴールド、ロックピック。これは読む。あ、もうこれでいいんだね。完了、回収、回収してないんだけど。アンデルスに計画の話などさせなければよかったのに、何言ってるか分かんないんでやめときましょうね。まあ一応いただきますか。よいしょ、さあ行きましょうね。まあ、ガルスにこれで話しかけても仕方がないでしょう。おお、友よ、何か困った。エボンメアはどのような影響を及ぼしてるんだ。エボンメアはノクターナルが我々の世界に影響を及ぼすための通路だ。魔術や祝福を通じてではなく、純粋なる運によっての影響をな。はあ、幸運など意味はない。技が重要だ。ああ、もちろんだ。お前の技はお前自身だ。それは決して誰にも否定はできまい。だがノクターナルは運に影響を及ぼす。我々が商売をしている時にはほとんど気がつかない形だ。どんな影響を受けるんだ。例えばギルドのこと。お前が始めた頃の状況について考えてみる。見たり聞いたりしてきたかもしれない些細なことを全て思い出した。致命的な時にピックがこれこれ聞きましょう、飛ばしますよ。そういうちょっとした運が。ではエボメアが閉じれば幸運はつけるのか。その通りだ。未だに正当な理由でノクターナルを幸運の女神と。はい、ありがとう。さあ、じゃあね、行きましょうか。最近ね、結構聞くのがね、スカイリムとかフォールアウトとかの実況が他と違うねっていうようなね、意見を聞くんですけど、まあね、このオープンワールドをやってるとね、どうしてもこの、まったりしちゃうんですよね。こう、ぼーっとする時間っていうかね、例えばこんな見てもね、あ、これなんか鼻の穴に見えるねっていうね、そんなこととかね、ドラクエとかはね、他の三国志やってるとそんな暇ないんでね、常にシステムに時間を支配されてるんでね。逆にこのオープンワールドは自分で時間の支配がね、できる時が多いんで。ね。でしょ？なんかいる？いや、いないね。なんかすごく嫌な感じにするんですけどね。おっと、なんかいるよ。おー、ちょっと待って。バレちゃった。ちょっと待って。愚かな上目の者もね、飛車から隠れることができると思うなって。ちょっと待ってくださいよ。おお、私に殴ってきてる。ちょっと待って。もうそうなったらね、私はね、治癒の光で対抗するわよ。しかも歩きが遅いっていうことは、あれだね。あ、レベル上がっちゃった。もうね、あ、レベルアップしましょう。どうしよう。400、400、スタミナかな。はい、で、何あげるのと。回復も持ったほどじゃなくて、編成もそうでしょ。不自由、火事、火事大して上がってないでしょ。私行けないよね。壁水晶ね、やりたいんだけど、重装なんかないもんね。防御、
両手、片手武器、アームズマン、二連シップはいらない。戦闘の構え、バックスラッシュ、あ、次、片手斧にね、斧使わないし、剣士、剣によるから10発の確率でさらにクリティカルダメージを与える。ちょっと違うね。弓、軽装は何か、軽装チラチラ上がってんだよね、殴られてから。あ、まだまだダメですね。で、隠密だね。もう58まで来たよ。隠密は、バックスタブ。あ、死の弓。ダメージが3倍。隠密行動。死の弓は欲しいな。あ、でも、どちらかというと、陰術かな。もう、行っちゃいましたけど。はい。バンバン行っちゃってくださいよ。はい、どうぞ、あった。行ってください。あら、あららら、何してんの？あ、今のうちに、大根石、読むはいいね。リネンラップ、うわ、すごいブルブルしてんだけど、大丈夫かい？いや、ちょっとね、荷物を軽くしちゃおうかな。使えません。これ、まあ、戦闘中に使う。今、戦闘中なんだね。お、インゴット。あ、インニクね。塩をお前にくれてやる。お、塩をお前にくれてやるとか言ってね。あ、お水がまた上がったよ。よし、いっといで。あった、ちょっと勝てないかい。おお、わあ、痛いよ、痛い、あー、ちょっと死ぬかもしんないね。ちょっと待ってね、そこまで、そこまでせいでもいいと思うんですけど。さあ、ここでやっちゃってくださいと。すごいね。いや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 、どこ行ってんだよあんた。こうなったらあれかな、こうなったらもうダガーでやっつけるしかないかな。行っちゃおっか。うわぁね、生命探知じゃない、そうだね、ここはやっぱコールの精霊だね。でも敵やっつけてってるよね。で、ここはどうしよう。エクスプロージョンでもぶち、あ、アイスストームにしよう。アイスストームだったらね、彼、あの、精霊はね、逆らってくれるんで。おぉ。さあ、ちょっとやばいね。治癒の光。また変なとこ行く。もう、なんかおかしいんだね。あ、ナイチンゲールじゃない。アイスストームだ。もううちの相方が、あ、そうだ、これ突き抜けるんだ。ここから撃っていけばいいんだね。もうなんだね、動画としてはほんと全然ダメダメだけど。あ、いるいる、倒した。もう役に立たないな、この氷の精霊。はい、あ、亡霊ね。あ、2体とも倒したんだね、エルフの矢。これがしばらくあんだね、こういうことが。こっち取れるもんは取ったのかな。あ、取ったんだろうね。じゃあこれをね、使いましょう。さあ、マジか、回復か。じ
ジャズベイブドシオドワーフね。うーん、体力は自由ね。あー、ノルドフジツボか。召喚上昇。あ、ね、あ、そうだ、骨の粉がたんまりあるんだ。回復上昇ね。塩小さな、なんだろう、これ四角っていうものかな。で、幻惑上昇。あ、竜の下もったいないね。あー、あんまりないね。あ、特耐性。どこだっけ、ニンニク、ファルメル、んー、マッドクラブ。もう一発、もう一発。はい、終了しましょう。で、早速使っちゃいましょうか。あ、セーブ入っちゃった。セーブ入っちゃったね。はい、しょ。で、薬ね。急速のも飲んじゃおう。幽霊はダメだね。マジか、回復は。飲んでも仕方ないんだけど。召喚上昇。敵いない時に使ってもどうかなっていう気がするんだけど。重装上昇なんかね、やっても仕方がないんだけど。あっていう副作用出たね、今きっとね。さあ、じゃあ行きましょうか。こっち何かないかな。なんかありそうだね。なんかありそうなんだけど。本だけ。マラキャス。あ、ゴールドあったね。ゴールド。ゴールド。1ゴールドなんだけどね。こっちはフルート、あ、スノーベリーか。材料だね。フルート、ガレリオン、シロディールの社会史、虚無の書、あ、虚無の書いいね。毒、毒、微妙だ。恐怖の毒ね、微妙だな。なんかないかい。あ、透明化の薬があるね。セットの飛躍、あとワイン。これは本だね。あ、薬がまた。疾病退散ね。ガレリオン。で、これだけかな。さあ、じゃあ行きますか。間違いなくまた出てくるね。あの、何？ナイチンゲールの何とかなんだね、彼らね。どうしたものかな。アイスストームが結構、じゃあ効くのかな。じゃあね。よいしょ。3つもすぐバレちゃったもんね。あ、なんかある。どうなの。あー、来たね。よいしょ。じゃあここはね、そうだね、これ1番にしようか。で、アイスストームを2番にする。うん、そんな感じ。あ、そっちなるか。他者治癒なんか入れちゃったよ。治癒の光が1番だね。あの、今亡霊さん多分ね、トラップに引っかかってますね。このボールさん可愛いかもしんない。存在を感じるってね。ほら引っかかってね。さあどうしよう。じゃあね、俺の精霊さん置いちゃおうか。さあ、じゃあ私はね、塩と言われてるんですけど、アイスストームで対抗しちゃいましょうか。で、ここはゴールの精霊を引っ張る。で、あそこで罠にガンガン引っかかるんですよね。あ、いいかもしれない。罠も利用してね、やっちゃいますよ。よいしょ、倒した。なんだかねっていう感じですね。はい、ウイルフの矢ばっかりだね。あ、罠が後ろで発動してますね。さあ、敵いないかい。
いやなんかね、あのアンデッドが出てきそうな雰囲気がすごいんだけどね。でもドラグルは今回関係ないもんね。死体入ってないし。そうだね。さあ、これ思い出した。ああ、ここかー。これ暗視使っててこうなんだよね。これね、光が入ってるとこに行ったらダメだったと思います。そうね、こういう感じで。おら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 、ダメージ食らってるでしょ。ね、大丈夫、ダメージ食らうんです？光が入ってるとこに行くとね。あそこ人倒れてる気がするんですよね。あ、じゃあね、時間よくなりません。この辺でやっておきましょうか。スカイリム終わっておきます。どうもありがとうございました。